川太郎です。はい、ということで本日はですね、最近ハマっている一人ラーメンにまたまた行きたいと思います。前回ね、牛乳ラーメンってところに行ったんですけど、それのタイトルをね大ミスしてました。ラーメンっていうのをラメーンって書いてました。もうなんで早く言ってくれないの、みんなコメント欄で気づいたよまあ面白いからそのまま行きたいと思います。ということでね、今回の本題ラメーンのお話に戻るんですけどそのサイトでラーメンの美味しい食べ方っていうのを調べたんですよ。そしたらやっぱりね、吸った方がいいっていうのが出てくるの。でもね、アタローのことを知ってる人だったらわかると思うんですけど、子供の頃から麺がすすれないんですよね。なんでかわかんないんですけど、なんでちょっと予習してます。さてさて、今日向かうラーメン屋さんはこちらでございます。一風堂千葉店。ちなみに一風堂は人生初食べます。楽しみ。なんかあたからのロケに行った時に、高田っちが一風堂めちゃくちゃ美味しいですよっておすすめしてくださったので、今日はね一風堂食べていきたいと思います。多分だけどこの白丸が王道のラーメンなのかな。ちょっと待って、めっちゃ美味しそう。多分こんな食べれないな。この明太子ご飯もすごい気になるんだけど、量的に多分食べれないからちょっとやめときます。突然のぼっち飯あるある。呼び出しのピンポンがなくて店員さんを声で呼ばなきゃいけないとき、めちゃくちゃ緊張する。いや、なんでかわかんないんだけど、この呼ぶときすごい緊張するんだよね。すごい苦手。いや、一風堂初めて来たんですけど、どっちの方がおすすめですか？そうですね、初めてなら白丸をおすすめしますかね。はい。え、このトッピングとかは合成にしてる極み白丸っていうものを。極み白丸、はい、この写真ですね。あ、うん、卵、極み白丸の、そう、卵とチャーシューとバラと、結構贅沢に入ってるのをおすすめしてます、皆さん。じゃあ、これでお願いしますありがとうございます。麺の硬さはどうしましょうか？はい、あ、バリカタってどれぐらいですか？素麺なので、バリカタを勧めてます。結構硬いけど、ガリガリガリまでは、いや、ガリガリまではいかない。あ、え、どうしよう、すぐ伸びちゃいます。細麺なんで、じゃあバリカタ で、はい、お願いします。こんな感じで麺の硬さが選べるんだって。バリカタ、硬い、普通、柔らかいらしい。お店によって違うのかな。でね、最近 Vlog カメラの調子がすごい悪くて、なんか画面がぼやけたり白飛びしちゃって使えないのね。だから今 iPhone で撮ってるんだけど、待ってる間さ、スマホやっぱ最近だといじるじゃん。でカメラで使っちゃってて、スマホが今ないから、何して待ってたらいいか、目線どこ向いてたらいいか、もうわけわかんなくなっちゃったよ。多分今スマホなくなったら生きていけないね。でもね、一風堂すごいありがたいことに出てくるのめっちゃ早かったので、このカメラの画角こう変えてたら多分 1,2 分ぐらいで出てきたと思う。 ありがとうございます。さてさて、こちらが極み白丸、トッピング大量に入ってます。いや、美味しそうだね。トッピング、ということで人生初一風堂いただきたいと思います。私の大好きな細麺でしたね。さて、来る時にね、吸う練習をしてきた私、アタロー、さあ果たして吸えるのでしょうか。それでは参ります。やはり一息では吸えませんでした。まあ、まだ一吸い目なんでね、これからちょっと上達していくんじゃないかと思うんですけど、この反応見てもらったらわかると思うんだけどね、めちゃくちゃ美味しかった。また食べたい。いいな。やっぱりね、寒い時のラーメンって最高だよ。しかもね、この店舗しか行ってないからわかんないんだけど、一人で来てるお客さんばっかりだったから、全然一人で食べに来れます。なんで一人でラーメン食べに行きたい人はおすすめでございます。というか、やっぱり一吸いでは吸えない。いや、ちょっとこれはもしかしたらなんだけど、アタロー喘息になったのね、一時期というか、もうちょっと治ったんだけど、でその時に肺活量チェックをしたの。そしたら女性の半分以下しか肺活量がないって診断されたの。だからそれのせいなのかなとか思ったけど、昔から吸えないってことは、ただ吸う力がないだけかもしれません。練習しておきます。
いやでもサイトに吸った方が美味しいって書いてあったけど別に変わらない気がしましたなんかスープを一緒に吸えるから味が吸して美味しいみたいな感じだった気がしたんですけど、いや自分が吸えてないからかな、いや多分そうだな吸った方が美味しいよって言ってる、うっびっくりした TikTok のタイマーが鳴った。7時に投稿するためのタイマーをね6時58分にかけてるんだけど、たまたまそれが鳴っちゃいました。撮影してる時間バレちゃうねこれ、恥ずかしいね。何の話してたっけ。思い出した、あのスープ、あ違う違う、吸って食べる方が美味しいよって言ってる人たち に怒られちゃうなっていう風に言おうと思ってたらダメだもん。そんなこんなで全部食べられましたね。いや美味しかったでございます。で食べ終わってから気づいたんだけど、この辛もやしとニンニクが無料で頼めるんだって。だから頼もうと思って店員さんの方見たらちょうど目が合いましたということでこちらが辛もやしらしいです。めっちゃ美味しそうで、一口食べてみたらですねめっちゃ辛かった。なんかねコロナをやってから辛いのが苦手になっちゃったんだよね。前まですごい得意だったのに困っちゃうよね。今見てる人たちの中でもコロナやってから味覚変わりましたよって人結構いると思うんだよね。その中の一人でございます。辛みが無理になりました。でね店長さんからアドバイスいただいて、このもやしをスープの中に入れてラーメンと食べるとちょうどいいよって言ってたんで、あの替え玉をね頼んでやってみたいと思います。このまま食べてもいいし味変で入れるのでも OK なんだって。いやこれまたこの味変すっごく美味しかった。本当にちょうどいい辛さになって自分の辛いの苦手な味覚痛覚でも食べれました。なんか今日アフレコの調子悪いな。脳みそが回転してない、いや舌も回転してない、もうダメだ。舌も回転してないって日本語がもうおかしいもんね。舌が回ってないだよね。あーもう本当にダメだ。それはさておきこの紅生姜ですよ。ラーメンに紅生姜合うんかいとか思ってねちょっと怪しみながら食べてみたんですけど、やばいね、もうやばい、美味しいしか出てこないんだけど本当にやばいの。あの焼きそばにさアクセントとして紅生姜入れるのあるじゃん、それみたいな感じで、すごいやってみてほしい。皆さんもぜひ聞いてください。めっちゃ美味しかった。やっぱこの細麺がね最強。いやこの味変もねやばかったです。皆さんごちそうさまでした。ありがとうございます。絶対また来ます、はい、プライベートでごちそうさまです。